Thank you.
10年。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 
え、インターネット大丈夫。あ、ちょっと遠いな。ちょっと遠いな。あ、でも通っていいかも逆に。いい。あ、逆になんか。ああ、人材を取れるから。早く拡大するか。まずアポもできる。
こんにちは。ようこそいらっしゃいませ。どんな感じなんですか？あのご名字だけで結構です。ご名字とどちらかお見えかをお書きください。京都からわざわざありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうしましょう、お写真が目的ですか？あ、まあ、ちょっとそうですね、散歩して歩いてて綺麗だったんでちょっと入ってきたっていう感じなんですけど、あの坪地商用の住まいの後なんですが、はい、はいはい、そこまでは簡単にご説明はさせていただきましょうか。じゃあそうですね、はい、お願いしていいですか？坪地商用が62歳の時にこちらでこの屋敷を建てました、はい、あの当時別荘として建てられたんですが、ここで15年暮らされて、うんうん、あの77歳の時にここで亡くなりました、はいはいはい、建物は大正9年、1924年の建物で103年目になります。坪内商用がご自分で設計されて、はいはい、あの後から見ていただく庭の方も坪内商用の設計と聞いております、うん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 、これが103年目の建物、当時のまま残しております。敷地も全部含めて400坪ぐらいございます、はいはい、もう何しろ建物古いですので中にお入りいただけないんですが、写真はもうどこでも好きなところで分かりました、くださいませ。ここが母屋になって本館でございますが、緑と茶色のところが当時のままの、うんうん、厨房浴室は新しくなってますが、坪内商用あの早稲田の文学部の出身者であるということから、はい、文学部の学生が平成19年まで研修所のようにして使ってたんですね。大勢の学生が使ってたので大きなお風呂とか調理場がございます。それから耐震装置がないということで、それ以後はどなたも中には入っておりません。まあ、私たちがあのとかお掃除の人が入るぐらいのことで、とってもきれいに保存しております。もう晩年になってから62歳ですもんね、こちらに行くまで。うん、そうですね。劇団を作られて、はい、藤井須賀子さんとか島である光月さんとかを、うんうん、あの劇団員として抱えられてたあの時代の方なので、あれですね、シェイクスピアのあれを翻訳されたシェイクスピア20、ね、うん、はい、初めてね、日本で、はい、前回そのシェイクスピアの題材リア王から取られたあの上がカワセミの風緑が、はいはい、であれは和洋館折衷で下から3階建てなんです。あそこは1階に先生の年表が飾ってありまして、あそこは1階だけお入りいただけますから、かなり詳しく年表が、うん、あのご覧いただけます、はい、で小松という名前の言われになりました日本の柿の木がございまして、先生が来られた当時すでに樹齢200年だったそうです、はいはいはい、1本が櫓を組んでます。あのもう倒れかかっておりますが、うんうん、あの下に根っこだけあるそうです。もう1本はこれじゃないんですよ、この自然に朽ち果ててなくなったそうですが、こういう柿の木が2本あったことから草子、日本に双葉の札、草子、牡蠣の館ということで、草子社という名前がありました。そんなに木が生い茂っていなかったので、もう全面海が見渡せて、とっても風光明媚なところだったそうです。あと、でもこのリーフレットに詳しく書いてありますが、はい、あそこが奥様のための、隠居所っていうんですかね、うん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 、あそこは昭和9年に建てられて、先生は昭和10年にお亡くなりになったので1年少し奥様と一緒に暮らされました。こっちの3階建ての小屋は先生の書物を保管するために建てられたんですが、今は全部早稲田に来ております。現在は何も置いてませんが、年表だけご覧いただけます。1階、あれは昭和3年に建てられたそうです。全部先生の設計でなんかちょっと変わったあのデザインになっております。お庭もここから降りてずーっと回って向こうから曲がって来られますし、逆のパターンでもできます。自由にあのお写真撮ってありがとうございます、はい、ご自由にどうぞ参考してください、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。はい。はいはいはい。創始者という変革がここに飾ってあります。あ、本当だ。あのこれ相島愛知さんというあの作家が作ったんですが、はいはいはい、大正12年からちょうど100年目の変革ですね。うんうんうん、あの日本の柿の木があるいうことからこの名前を付けられまして、修造道人という名をお持ちの会津愛知という詩人で、うん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 、もしよろしかったらと思ってこれを、あ、すみません、ちょっとお写真だけ撮らせてもらって、こっちでも、すいません、なんでしたら私余計なことかもしれません、はいはい、ここからの、ね、はいはい、とてもいいということで皆さん、あ、この抜けがね綺麗ですよね、はい、抜け感がいいということで、ちょっとじゃあ、あ、いいですね、よし、やっぱりそうですか、そうですね、すごい綺麗ですね、いや、こういうお家はなんか落ち着くっていうか、これだけのでもお庭維持するのは相当大変ですよね、そうでしょうね、まあ、現在マスダのね、うん、方で管理をしてくださってますので、はい、であとプロの庭師さんが、うんうん、そうですよね、定期的に入られてますので、うん、なんかこう綺麗なね感じで、うん、はい、見ていただけるんじゃないかなと思うんですけどね、ちょうど今柿も色づいてきましたし、ね、柑橘類もちょっとだんだん季節がまたね変わって良い、ね、良い季節になってますね。大々とかもたくさんありますのでね、伊豆の名産の、うん、いい季節に参りましたね。京都の方からお越しくださったんですね。そうなんです。京都はもう紅葉始まりましたか。いや、まだまだもう少し経たないとって感じですね。毎年私も12月頃には必ず行くんですけどね。でもね、やっぱ紅葉は12月の本当の最初。ですけどね、まだまだ暑いですか。そうですね、まあ、ここ数日ね急に涼しくなったんでね、やっぱね、それはね、じゃあ本当にありがとうございました。いえいえ、楽しかったです。すいません、ありがとうございました。お気をつけて。はい、
先生、お見えでいかがでしょうか。普段はどのあたりで出勤されてますか。この辺りの雰囲気いかがですか。最高ですか。嬉しいですね。今日もね、一日楽しみましょう。どうもありがとうございました。さあ、ぜひね、皆さん引き続きですね、こちら出店ブースお楽しみください。どうもありがとうございます。まだまだね、美味しいものもたくさんありますんで、こちらご覧くださいね。では続きましてですね、こちらステージの真裏でございます、新鮮なお野菜が並んでおります。新鮮野菜と書いて上りがですね、こちら目印でございますよ。こんにちは。ちょっとお話を、こちらお野菜ありますけども、もちろん熱海さん、いや私は神奈川、神奈川からお越し、あらいいですね。じゃあ箱根清六の、まあ、箱根の、ね、手前ですね、神奈川からなんか地場さんのお野菜を。そうです。これちなみに今朝も、そう、いや今朝なんて昨日ですね、ほとんど全部。もう昨日ね、撮ってもらって、まあ、神奈川はすごい高原がね、ありますから、土壌も非常にいいですもんね。どうですかね、神奈川ね、まあね、神奈平野もありますから。そうね、もうすぐ終わりですから、ね、すぐご主人、鈴木さんがですね、こちら、手塩にかけて育てた美味しい野菜、神奈川さんでございます。ちょっと皆さん、こちら大根なんと1本100円ですよ。こちら大根は高級サロン、結構豊富ですからね、大使館ね、大切な方が入ってる。
閉まってきた。